あの、パープンテージ、J2 沼チャンネルのつつんです。とりあえず今回は昇格駅終点ということで、東京ヴェルディ VS 清水のプレビューやっていこうと思います。よろしくお願いいたしますと。 ということでさあ泣いても笑っても最終戦でございますもうこれは今シーズン最後の J2 のゲームというとこでさあどちらが、えー、笑うかそしてどちらが中中まあサッカーほんと残酷なものでございます、ね、残り1枠でございますさあどちら勝つかというとこでございますじゃあ今回見どころやっていこうと思いますよろしくお願いいたしますと、えー、いうことでまずこちらでございますねこれが、えー、今シーズンの両者のリーグ戦の成績と いうところで、東京ベルディ勝ち点75.3位というのがベルディの今シーズンでございました。対する清水エスパルト現在勝ち点が74.4位、まあ、現在じゃないか、えー、今シーズン勝ち点が74.4位というところで、まあ、その差わずか1ポイントと。 いう両者でございますが、今回はベルディホームのゲームでございます。ってことは、ベルディは、この試合は引き分けでも OK と。ね、これはリーグ戦のね、えー、上位クラブの方が優遇されますので、3、え、位、ー、クラブ、東京ベルディは最悪引き分けでもいいというところと、で、清水はカタンと一貫うこれがだから、両者どういう心理が働くかっていうところでしょう。もちろん、ベルディも最初から、ね、引き分けでないで行くわけではないんですけれども、まあ、どっかでこうね、引き分けでも OK みたいなところ、そこでちょっと引いたときに清水が一気にこう、えーね、畳みかけるみたいなところは、 あるかもしれません。まあ、これなかなか難しいというところでございましょう。決してまあレギュレーション上はね。やっぱりベルディが有利なんだけど、まあ、90分で見た時に。じゃあそれがどんだけ有利に働くか、逆に不利に働くね。まあ、メンタル的なところですよね。とこもあるかもしれません。というところでしょうで。 えー、両者、イーグ戦最後の5試合ですけどもね、ベルディは4勝1分けで最後、えー、終わると、そして清水はちょっと最後はやっぱミト戦のドローというところがですけどもね、まあ、これがすべてを分けた感じがしております。で、えー、両者、プレーオフ初戦、まあ、準決勝にはなりますけどベルディは、えーね、2ゼ0で勝利というところでございました。まあ、えー、最初のゲームでございますけどもね、ジェスチバ相手2、2ゼ0勝利、そして清水はドローと、ね、山形と引日陰というところでございました。まあ、逆に清水はレギュレーションで、えー、勝ち上がったというところになってきますけど、 さあ、えー、ちょっと清水は、ね、このコメント欄、動画のコメント欄にもありましたけれども、ちょっと枠内シュートの数があっていうところ、まあ、シュートの本数に対してという話がありましたけれどもね、まあ、この試合はね、もうそうも言ってないと本当は、ね、枠内うんぬん関連じゃなくて、ね、ゴールを突き破らないといかんというところがございますと、ね、これがどう当たるかというところでしょうかね、で、こちらですね、これがまあ今シーズンじゃないか、こ,でこれがえ前回の両チーム先発メンバーと。 いいうところでございますベルディはいつもの 4−4 にですね、でまあ、2トップ、山田選手、染野選手2トップというところで、まあ、これがだからベルディは4 3 3になる可能性もあります、まあ、4 3 − 3の可能性もあれば、まあ、この4位でいく可能性もあります、まあいずれにせよやっぱキーマン右でしょうね、ベルディのキーマンというか、右がやっぱ宮原、中原、この2人がですけどね、やっぱり調子がいい、特に中原もう手がつけられんちゅう状況にはなっております、まあ、この試合ね、ね、えー、試合を動かすとしたら、中原選手のゴールじゃ。 中中ベルディになってきますやっぱ後ろも硬いというところでやっぱ中原ね、ね強烈すぎますよね、今ねまあ、夏加入選手、間違いなく、ねまあ、J2 全体で、えー、一番いい補強した選手で言うと中原選手の指というところでしょう。で 対する清水の前回メンバーはこんな感じというところで、権田選手がこの試合、だから帰ってくるかどうかでしょう、脳震盪というところで、ね、前回のゲームは回避というところで、まあ、一応練習にも参加しているようでございますので、多分権田選手で行くんじゃなかが、ただ前回のゲームの大久保選手のパフォーマンスは、本当と悪化のものがあったと。 いううところでしょうまあ清水はなんか変更があるとすればカルニス・ジュニオ選手ですかねまあ左サイドにカルニス・ジュニオ選手が入るかどうかでそれに伴って右に中山選手が回るかどうかというところでしょうまあ今回は本当得点が欲しいというゲームなんで、まあ、コンディションが万全であればねカルニス・ジュニオ選手が先発で来るでしょうというところでまあ変化があるのはそこくらいからというところでしょうかねでまあ右出しで話してしまったところもありますけどもねやっぱ引き上げッ OK のベルディそして、えー、勝ちしかない清水と。 いうところで、まあ、だから、引き分けで OK というベルディ、まあ、やっぱチームー的にもね守備が固い、ディフェンスが。 ウのシームになってきますんで、やっぱそれは有利ちゃ、有利ちゃ、そりゃそうでしょうっていうところでしょうんで、ただ破壊力のある清水というところで、まあ、これがだから前半、もう前半からまあエンジン全開で入ってきたら、やっぱベルディも後手後手回ってしまう、そこで失点みたいなところはやっぱり避けたいというところなんで、まあ、ある意味両者ね、当たり前ですけどね、これね、当たり前ですけど、結局まあ両者自分たちの良さを出せるかどうかというところでしょう、まあ、本当ね、清水もこれ破壊力がありますんで、まあベルディもずっとこれ構えていてもダメだめと、どっかでやっぱ自分たちがもう攻めに転じる時間がないと、いかん自分たちの 時時間間ボール持つ時間がないというととうころでどんなに硬いをこれねどんなに硬いわをいつかこう崩ずるまあどっか攻め込まれてねどん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 攻め込まれてそこでね悪いながら引きずったままだとその硬いかのどっかで崩れてしまうみたいなところがありますんでまあだからほんとベルディ守るつもりないと思さすがにねさすがに最初からさっきだね引き分けねないでないと思うんですけどただやっぱ清水もねボール持ってうちにまつすことができるかどうかというところでしょうかねはいっていうことでこちらでございますね これが、えー、今シーズンの両者の対戦というところでございます。まあ、まず最初のゲームは清水が2 1勝利というところでございました。まあ、オセウン選手が最後決めたというゲームでございました。まあ、先発メンバーはこんな感じというところで、もう全く覚えていないので、もう全く覚えていないもう触れるところこ特にないんですけどね。まあ、前回のゲーム、まあ前々回かかえー、前々回の最初の対戦は清水が勝利というゲームでございました。でこちら え2回目の対戦は帰ってきた鈴木選手のゴールで勝利しめというところなんで、まあ、実はこの試合ですけどもね、まあ、鈴木選手ゴール決めて、で結果では2連勝、リーグ戦に関しては清水が2連勝しております。まあ、だからこれをヴェルディがどう考えるかでしょうね、まあ、ちょっと苦手意識とかそういうのがあるかもしれません。やっぱそこはメンタル的なところ、まあ、僕サッカーはやっぱメンタルスポーツと思っておりますんで、まあ、この、ね、メンタル、まあ、技術も大事だけども、ただその技術を生かすやっぱメンタルが大事と僕は思いますんで、このまま2回負けで2連敗しているというところが、ヴェルディそして清水の両者にどう,いう影響か。 をもたらすかとというところで、しょうか、ね、でこちら。これが、まあ、両チーム数字の話にはなってきます。まあ、今シーズンの両者の数字というところでございます。まあ、やっぱりベルディ、硬いですね。もうね、これ前回も出しましたけれども、ほんと、ほこたて対決、まさしくほこたて対決じゃなかったというところでございましょう。まあ、ベルディ、やっぱ、オフェンスの数字も、ただ、ね、やっぱ、リーグ平均の真ん中ぐらいというところなんで、別にこう、ね、オフェンス面が悪いわけではないというところで、ただ、ディフェンスの指標はもリーグトップクラスのものが、 あるとトップクラスがトップですね、この数字はね。ねというところでしょうで、清水は逆にもシュート成功率は8位ですけれども、それ以外の数字はやっぱ高いと、まあ、チャンス構築率も1位で、まあ、リーグ最高の得点数というところなんで、まあ本当に分かりやすい歩行立てです、ね、歩行立て対決というところで、守備の東京ベルディ、そして、えー、攻撃の清水というところ、分かりやすい、ね、構図ですよね。まあ何にせよ、ね、来週どっちが J1 に行ってっ見どころありますよね。いやベルディが言ったこの守備が、ね、どんだけ通用するかというところと、まあ、清水が1年 復帰したら、ね、どこここまでででやるるとととができるかどうかというういろでしょう、まあ、だ、清水の別にこう守備の指標が極端に悪いわけでもなくて、一、まあ、試合平均失点数は2.0.8なんで、まあこれね、実はベルディと、ね、0.1しか変わらないんですね。これねやっぱオフェンスは売りの清水みたいに言われておりますが、ただ一方でディフェンス面に関しては別に悪い数字はなくて、むしろいい数字が並ぶと、さっき言った、ね、この非ゴール数失点数もリーグ2番目に少ない数字にはなってきますんで、これはだから、ね、データ上やっぱ清水が有利かなという感じもします。まあちゃんまあ、得点も で首位も硬いというところなんですけど、ただやっぱベルディの心理的な余裕とかね、まあいろんなところあります。さっき言った清水がやっぱリーグ戦に連勝してるというのがありますんで、ただねベルディ清水まあ、どっちかしか J1 に上がることができない。まあ僕はねどっちが上がってほしいとか全く、えー、ありません。まあ僕はやっぱウラサポーターなんでね、えー、まあ元々ウラルサポーターなんでで J2 もしてるところで、えー、見ておりますけれどもね、ただやっぱりねどっち上がっても J1 サポーターはまあこのねウェルかもちゅ感じじゃないかかまあベルディねこれねまあ名門東京ベルディの復活も J リーグサポーターから やっぱ嬉しいでしょうしで清水がやっぱ1年で帰ってきたらねやっぱこの攻撃陣を来季どうされるかとか何かそういうところでまあ見どころあるんじゃ長かこと言うところでございましょうねはい。でこちら これが得点パターン、失点パターンのところにはなってきます。まあ、両者でいうと、まあ、東京ベルディ一番得点が多いのはセットプレイから、えー、違うか、クロスから15でというところで、まあ、高さがある選手は東京ベルディもいないんですけど、やっぱクロスに対してどう入っていくかっちいう、そこを、ね、しっかり構築してる、まあ、しっかりこうクロスに対して人数かけてとかね、っていうのをしっかりされておりますので、まあ、やっぱクロスに対してそこを清水がどうするかというところで、失点のところを見ていきましょう。失点のところを見ていくと、清水11っ点、これクロスからなんですね。で、これね、大体僕の中ですよ。 これ、いろんな数字見てきた中で、だいたい3割超える失点パターンのものがあるとすれば、それはそのチームの弱点じゃなかったかと思いますんで、これで言うと、だからね、清水クロスから32%失点しております。まあ、3割超えていますんで、僕の中では、このクロスからの失点というのは、清水やっぱり、まあ、気にしていると思うんで、これね、こうどうされるかちょっと気にはしていると思います。まあ、清水やっぱ、こう東京ベルリィはクロスからの得点が多くて、清水自分たちが多いと、ね、これ失点数多いというところ分かってると思いますんで、まあ、このクロスに対してどうやって清水が対応するか、まあ、もっと言えば、 クロスを上げさせない守備をすることができるかどうかというところでしょう。まあ、クロスからの失点をすぐにはこれ分かりやすくてね、クロスを上げさせなければクロスからの失点はないんで、そこの前ですね、クロスを上げさせる前にどうやって止めるかというところでしょうかね。まあ、これだからそこのところの攻防ですかね。っていうのがまあえ両者、これが得点パターン、失点パターンというところでしょうね。で、こちら。これがえ90分間監査の平均差になってきます。まあ、一応こんな感じと いうとこございますこれ見てわかる通り、項目としてはオフェンス面の数字が多いんですね、これね。項目、オフェンス面の数字が多いんで、やっぱね、オフェンスでやっぱ力出してる清水の方が、パッと見の数字はいいというところでしょう、まあ30メートルライン進入回数も1位で、エリアの進入回数も1位というところなんで、やっぱオフェンス面のこ数字見たときに、やっぱ清水がね、これどっかでぶちぶち破るんじゃないか、これね、もうゴールをぶち破るんじゃないかというかにもしますが、ただやっぱ短期決戦、やっぱ短期決戦に強いっていうところは、守備ぱ守備のところですよね。やっぱり短期決戦、勝ち上がるんじゃどうするかって、なったときにやっぱディフェン センスですよね短期戦の守備がやっぱり重要になってきますんで、まあ、ベルディはこの辺にない数字ですね、この項目にない数字のところでは、えー、ベルディもいい数字持っておりますんでさ、さ、えー、どういう結果なるか、もっと泣いてもらっても、えーね、これが最後で、まあ、僕のこの J2 専門チャンネルを抜け出して、ね、この J2 沼チャンネルを抜け出して、まあ、メインチャンネルの J1 チャンネルにどちらが合っていくかというところでしょう、まあ、だからまあ、ね、上がったクラブの方はもうこの J2、えー、専門チャンネルはもうあの登録解除でいいと。まあ代わりにね 登録して欲していというところでございますけどね。ということでございましょう。まあ、本、え、当、ー、ほんと泣いてもらっても最後。まあ、僕もね、本当、この試合はね、同時の生放送やと思ったんですけど、ちょっと僕の体調が優れん。まあ、とある病気にね、ちょっととある病気にかかってしまって、ちょっとそれどころではないと。こうやって喋ってね、元気そうに見えるんでしょうけど、というところでございます。ちょっと、まあ、ということで、本当、最終戦ね、泣いてもらっても,ってもというところでございます。本当、いいゲーム来たというところでしょうかね。はい。といことで、以上、パラブンテージ、ェ t o n チャンネルの、つつんでしょうか、チゃンちゃんとます。その。